こんにちは、富士広報室の山中です。今年も残すところわずかになりました。年末年始は何かと忙しくなりますが、病気や怪我などに十分お気をつけください。さて、今年最後の富士広報室は、年末年始における公共施設のお休みや富士市からのお知らせをお送りします。年末年始における公共施設のお休みについてお知らせします。市役所の事務は12月23日金曜日と24日土曜日、25日日曜日、12月29日木曜日から1月3日火曜日までお休みします。市役所では年末年始のお休み期間中、出生届や死亡届などの戸籍関係全般の届出について庁舎北口の守衛室で受け付けます。婚姻届などは事前に書類内容を確認してから提出をお願いします。各地区まちづくりセンターは12月23日金曜日と12月29日木曜日から1月3日火曜日までお休みします。なお、12月28日水曜日は開館時間が17時までとなりますのでご注意ください。富士市コールセンター教えてコール富士は12月29日木曜日から1月3日火曜日までお休みします。この期間を除いては毎日8時30分から18時まで受け付けていますのでご利用ください。なお、年末年始の公共施設及び公共交通のお休みについては変更する場合もございます。教えてコール富士では最新の情報をお伝えしていますので、電話 53-1111 をぜひご利用ください。年末年始における公共施設及び公共交通のお休みについては、広報富士12月5日号の9ページに詳しく掲載してありますので、ぜひご覧ください。年末年始における救急医療センターと歯科医師会館及び共立蒲原総合病院内科の救急診療についてお知らせします。救急医療センターの診療は12月29日木曜日の14時から翌朝8時まで、12月30日金曜日から1月3日火曜日までは9時から翌朝8時までです。受診する際は必ず保険証とお持ちの場合はお薬手帳を持参してください。救急医療センターは急病患者のための医療機関ですので、緊急性により診察順が変わります。子どもが受診する場合は早めの時間帯にお越しください。歯科医師会館の診療は12月29日木曜日から1月3日火曜日までの9時から12時までと13時から16時までです。共立蒲原総合病院内科の救急診療は12月29日木曜日から1月2日月曜日までの9時から翌朝9時まで、1月3日火曜日は9時から翌朝8時15分までです。年末年始は救急医療機関が大変混雑することが予想されます。普段から健康管理や感染症予防を心がけ、体の調子がおかしいと感じたら早めにかかりつけ医を受診しましょう。年末年始の産婦人科、眼科、耳鼻科の休日当直医及び柔道整復の休日当直当番については、広報富士12月5日号の15ページをご覧になるか、救急当直医案内電話 51-9999 へお問い合わせください。年末年始における
ゴミと屎尿の収集日程についてお知らせします。年内最後の燃えるゴミの年末特別収集日は月曜日、木曜日に収集している地区は12月29日木曜日、火曜日、金曜日に収集している地区は12月30日金曜日です。なお、ゴミは当日の朝8時30分までに決められた集積場所に出してください。詳しいゴミの収集日についてはゴミカレンダーをご確認ください。環境クリーンセンターの受け入れ時間は平日の8時30分から12時までと13時から16時まで、土曜日の8時30分から11時までです。品目ごとにしっかり分別して持ち込んでください。一般家庭ごみのみ12月29日木曜日の8時30分から14時30分まで富士総合運動公園駐車場で受け入れを行います。混雑が予想されますので時間に余裕を持ってお越しください。今年度は受け入れ場所、接続道路などの混雑緩和のため受け入れるゴミの種類を制限することになりました。集積所への計画的な排出をお願いします。持ち込みできるゴミは埋め立てゴミ、プラスチック製容器包装のみです。品目ごとにしっかり分別してお越しください。なお、燃えるゴミ、古紙類、瓶、ペットボトル、缶、金属、衣類、布団類の受け入れはできませんのでご注意ください。新年最初のゴミ収集日は月曜日、木曜日に収集している地区は1月5日木曜日、火曜日、金曜日に収集している地区は1月6日金曜日です。年末年始のゴミ収集についてのお問い合わせは環境クリーンセンター、電話 35-0081、 ファクス番号 35-0501 へお願いします。次に屎尿の収集についてお知らせします。屎尿収集は12月29日木曜日から1月3日火曜日まではお休みします。年末年始の詳しい収集日の確認及び緊急の場合はご覧の各地区の収集業者に直接お問い合わせください。年末年始の屎尿処理についてのお問い合わせは廃棄物対策課、電話 55-2770、 ファクス番号 51-0522 へお願いします。また年末年始のゴミと屎尿の収集日程については広報富士12月5日号の8ページに詳しく掲載してありますのでぜひご覧ください。今回ご紹介した年末年始の富士市からのお知らせは広報富士12月5日号に詳しく掲載してありますのでぜひご覧ください。続いて富士市からのお知らせをお送りします。平成29年富士市消防出初め式を開催します。日時は1月8日日曜日の8時30分から11時40分まで市役所駐車場、市役所周辺道路で行います。内容は式典、分列行進、消防演技、一斉放水です。ただし雨天時は式典のみロゼシアターで10時から11時まで実施します。なお駐車台数に限りがありますので公共交通機関でご来場ください。また消防出初め式写真コンテストも行いますのでご応募ください。お問い合わせは消防本部消防総務課、電話55-2851へお願いします。新春展示岡田紅葉が見た富士山を開催します。日時は
1月4日から3月26日までの9時から16時30分まで富士山かぐや姫ミュージアム2階第2展示室で行います。休館日は毎週月曜日、1月10日、24日から27日まで、3月21日で、1月9日と3月20日は開館します。内容は写真家岡田紅陽の富士山写真を展示します。入館料は無料です。お問い合わせは富士山かぐや姫ミュージアム、電話21-3380へお願いします。今回の富士広報室は年末年始の富士市からのお知らせをお送りしました。さて今回のエンディングは広報富士1月1日号の表紙を飾る人絵の撮影の様子をお送りします。毎年恒例になっている人絵ですが、今回は富士川第二小学校の皆さんが来年の絵と鳥をグラウンドいっぱいに描きました。その模様をご覧ください。今年は11月1日に富士市政施行50周年を迎え、市内各地で50周年記念イベントが開かれ、次の50年に向けて機運が盛り上がる年となりました。来年も良い話題が続くといいですね。皆さんもお体には気をつけて健康で良いお年をお迎えください。それでは富士広報室はこの辺で。来年の干支は？